はいどうも、あたちです。今日はあなたの商品サービスが10万人のリストにリーチできるチャンスをプレゼントしたいと思います。<laughs> いきなりです。すいません。本当にね、寝起きで不細工です,すいません。年の初めからこんな不細工な感じで本当に恐縮なんですけれども、今日はいいチャンスのお話をしたいと思います。 えー、どっから話そうか、ん。あなたの持ってらっしゃる商品、サービス、まあ、有形無形、ちゃんとこう、形のあるものでもいいし、いわゆるこう無形のサービスでもとか、コンテンツでも構わないんですけれども、まあ、そういうのをね、展開されてる方がね、まあま、あ俺のこの、この情報を受け取ってくださる方は多いと思うんですけれども、それを、えっ、ー、と、僕のリスト、僕のリスト、僕のメルマガリストって10万人いるんですね。10万人の方に、えっ、ー、と、まあ、宣伝して、よかったら、 あ貢献して買っていただくっていうチャンスを作りました。年の初めに。えー、セールス大会やりましょう。えー、っと、僕も集めますし、まあ、あなたもみんなで協力して、見込みのお客様を集めて、そこで実際あなたの商品サービス、有け向けを売ってみるっていう会をやってみましょうよ。やってみましょうよ。 ね、もうすでにねバン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 売ってらっしゃる方もいるかもしれないしまあこれからで今商品作ってるところこれからどのくらい売れるか頑張んなきゃな今年頑張んなきゃな今年頑張って貢献してあ,のありがとうって言ってもらって売り上げ立てたいなっていう人も多いと思います、えー、そういう人に体験の場所を提供したいと思いますねえこれなんかねも,うものすげえいい話なんだけど伝わってるかなまあちょっとまあまあまあ、まあ、おおお順番に説明するねまずね <coughs> 2月の19日の夜の19時、夜の7時から、実際にセールス大会あります。えっ、ー、と、リアルの場所と、まあ、もちろん Zoom でもやるので、まああの、いろんな方が、見込み客がいろいろ、えー、たくさん集まっていただくところで、あなたがあなたの商品を1分間で売ってみましょうよ。いろんな人がエントリーしてくるんで、それぞれがこう1分間でこう自分の商品をセールスするんですよ。それで、はい、今からお申し込みをどうぞっていうのをやりたいんですよ。祭りを起こしたいんですよ。 いいいじゃないで,すか、ね、で、すかここでね、えー、もう実際、実際ううあのう売って、売ってくださいよ。売ったら売ったらお金が入金されるじゃないですか。パーセンテージなんか抜かないですよ。まんまあなたの懐に入りますから。えー、それを売ってください。で、万が一売れなかったら、なぜ売れなかったのかの理由が分かるじゃないですかあの。僕もアドバイスしますし、お客様の方からね、フィードバックでね、あこうもうちょっとこういう商品だったらいいのになみたいな、リアルなお客様の声が聞けるチャンスじゃないですか。 これ、ぜひ、やりましょうよ。ね。そして、えっ、ー、と、そんなこと言っても、いや、私、そんな1分間でセールスする自信なんかないよ。まあ、ある人はいいんですけどね、任せろよって人はもうそれでいいんですけれども、えー、ない人のために、1月の8日土曜日、朝の10時半から練習会があります。これもリアルズームであります。えっ、ー、と、1分間、1分間エレベーターピチセールス、えー。1分間であなたの商品を魅力的に伝えて、えー、ぜひ、 ご購入、ご希望の方はこちらにご覧くださいっていう1分間のセールストークをあの僕がアドバイスをして完成させてあげます。えー、1月8日土曜日12時あ10時半から朝のね、えー、その練習会をやりましょうっていう感じです、えー。そして1月8日はそれ終わりで12時半からもう品川なんですけど、東京のもうランチ、ランチでがっつり飲みましょうよ。 がっちり飲んで飲みながらまたコンサルしますよ。引き続き、まあそんなことも。<laughs> っていう感じでございます。えー、これやらない手はないと思います。これ俺めちゃめちゃいいオファーを用意してると思うんだけどな。えっ、ー、とね、ちなみにね、えっ、ー、と、ご料金はかかります。えっ、ー、と、2月の19日の参加は5 1人5000円。1月8日の参加は1人1000円。なんだよ、この金額よ。だってさ、あなたいくらの商品を展開されてるかわかんないけど、もう1個売れたら、1個売れたら完全にペイできるでしょ。 だって6000円売上だけなんだからさ。ねそして売上からパーセンテージなんか抜きませんよ、もう。あのね、これね。<laughs> あのまあまあ、ちょっとせめて会場費だけでももらおうと思って、俺も赤字,赤字をこいてさ、こんなことをやるのも嫌なんでさ、これはもう俺はもう貢献だと思ってやってるわけね。そしてね、ちょっと話は横にするけど、俺さ、もう50、もう55を過ぎて。 ちょっと仏になってきてるんだよね。なんだよ、それ。ちょっと仏になってきてるんだよね。あの、昔はね、<laughs> 昔は俺は強欲な人間でしたよ。まあ、今でも欲望の塊ですけれども、欲望を全開にして生きろっていつもね、言ってますからね。今でも欲望の塊ですけれどもね、最近ね、ちょっとね、仏になってきてるんだよね。<laughs> うん。だってさ、 まあまあまああありがたいことに10万人メルマガ読者まあどのくらいの到達率かは分かんないけど、えー、いるんでねそこにあなたの情報がリーチできるってこれものすごいチャンスじゃないですか。で、ね、ぶっちゃけ僕は以前は僕のメルマガで1回流して差し上げるのにねあの流してほしいっていう人には1回20万円頂い,い,い,いてやってたんですよ。 可能,な可能な話をするのは嫌らしいですけれども、でも,でもそんなものももういりません。そして、普通こういうのさ、こういうセールス大会とかってあるじゃん。こういうのって絶対売り上げのパーセンテージを本部が取っていくでしょ。もうそんなのも取らない。もういらない。あなたが頑張れて、頑張れた、あ、できたとか、あ、こういうふうにやればよかったんだっていうあなたの気づきが手に入れば、あなたに手に入ればいいと思う。 そしてもちろん売れたらキャッシュも手に入るしさ。万が一売れなくても別にそんな恥でもないしさ。万が一売れなかったら、あここが悪かったんだって気づきが手に入るじゃん。そしてさ、何よりさ、皆さんさ、こう、見込み客がいなくて、お客様がいなくて困ってるじゃん。集客できなくて困ってるじゃん。それをやってやるっつってんだからさ。こんないい話ないよね。うん。まあ別に無理に参加してくんなくったっていいんだよ。俺はいろんな人がいっぱい集まって、お祭り騒ぎが起きるのか、 好きなだけでさ、祭りを起こしたいだけなんだよ。別にこんなにやったと別に知円も儲かんねえし、でもそどうでもよくてそんなことはあの、祭りが起きればいいなと思っていますね。そしてね、まあね、これ、多くの人がね、まあまあ僕の知っている多くの人がねうーん、なかなか踏み出せないでいるんですよ。まあ2022年、年始にあたってさ、踏み出してみようよ。やってみようよ。みんなこう手をこまねいてさ、 昨日と同じ今日、今日と同じ明日、同じ場所にずっと立ってるんだよ。一歩挑戦してみようよ。ね黙って同じ場所に立ってるのはゆっくり死んでいくのと一緒だからね。だからやってみる体験が必要。成功するか失敗するか、そんなどっちだっていいんだよ。やってみることが大事なんだよ。その場所を提供したい。そのこう行動を促したいと思っているのね。 それはあなたの人生の絶対役に立つから、今後、今後すべてのことに対して。手をこまねかない。しのごの言わない。なんだったらもういいか悪いかも判断必要ない。とにかくやってみることなんだよ。ねまあまあまあ、山の上の大きな石って話をちょっとだけしようか。これはよく講演会でもさせてもらうんだけど、山の,山の上に大きな石があると、あやるとするんじゃん。 であの石を動かしたいとどうしてもあの石を動かしてみたいと思ったときにどうするかあなた。ねまずはこうよしまずは人手がいるから人を集めるかな仲間を集めようとか SNS でちょっと拡散して人を集めるかなとか石を動かすには重機がいるからちょっとクラウドファンディングをやってみるかとかあとなんか企業,企業の協賛を取るためにちょっと企業向けの企画書を作ってみるかあそもそも石を動かすってことに関してちょっと学んで学んでそれのこう計画を練ってみるか。 とか言うじゃんとか言うじゃんとか言うじゃんまず一回押しに行けよの山の上の石をまず一回自分一人で押しに行ってみろよって俺は言いたいんだよ多くの人がうんできるかな無理そうだなちょっとどうやったらいいんだろうないろいろ考えなきゃな作戦練らなきゃなとか言ってる前にまず一回行って押してみろって言うんだよ、ね、そしたら案外ゴロッと動いちゃうかもしんねえじゃんギリギリのバランスで立ってて、ね、で一人で行って押してみたってまあ多分は動かないよ 多分動かなくったって一度押してみた体験が必要なんだって一度自力で押してみた体験があればその後の動かす計画がどんどん変わってくるから計画にリアリティが出てくるから的な感じうんねまあまあもうこれはもう俺も長年ずっと言い続けてることなんだけれどもとにかくやってみようとにかくやってみよう,みよう2022年年始にあたって とにかくやってみる。できるかできないか関係ないか関係ない。とにかくやってみる。そこに必ず気づきと学びと次のい、次の一手が見えてきますから。今この場所にいたんじゃ次の何やってるか、次の一手が見えてこないんだよ。一歩踏み出せば、ああ、そういうふうにやればいいんだっていう、次の一手が見えてくるから。ねまあ、自分にも言い聞かせる意味で、今年20、2二2二年、実りある年にするために、やってみますか。えー、っていう感じで、ぜひ。 参加してみてください。アダチでした。いや本当に不細工です,すみません。